ウグルチンは、ブルガリア北西部の町、及び、それを中心とした基礎自治体。ロベチ州に属する。ロベチから東に35キロメートルに位置している。カメニツァ川が、町の中を流れている。ウグルチン市役所ウグルチンは、バルカン山脈の北の麓にある。カメニツァ川の支流には、レペトゥラ、スベタ、グレシキドルなどがある。ウグルチンは、 複数の丘に囲まれた盆地の中にある。南には、イヴァンデあル丘、東には、ビソカタモギラ丘、北には、ベリカムク丘、スレドノブルド丘、ザビティカムク丘、そして西には、ゴリルト丘及びチュカタキューがある。ウグルチンの町の公式の祝日は、毎年3月22日及び、伝統的な秋祭りの日である9月22日である。 ブルガリア大統領のゲオルギ・パルバノフは2006年の3月22日に恒例のサッカートーナメントのためにウグルチンを訪れた。南極大陸のサウスシェトランド諸島、ロバート島にあるウグルチン岬はウグルチンにちなんで命名された。ウグルチン基礎自治体にはその中心であるウグルチンをはじめ以下の町村が存在している。ありがとうございます。